坂戸ストリートの勝田とゆきでーす。はい、今回は、今回はですね、ユニクロで1万円コーデー、初のユニクロでございます。意外とやってなかったですね、はい、今回はもう1万円分を買ってきたので、そちらを紹介して着替えてっていうのをやっていこうかなって感じだよ。はい、ちょっと肌を意識しましたね。そうですね、はい、私はあんま意識できてるか分かんないんですけど。私も分からないけど、まあでもユニクロで1万円ってちょっと結構ハード高かったな。ハード高い、まあまあするからね。本当はスプリングコートみたいなの買いたかったんだけど、うん、もうそれだけで1万円とかしてるから、うん、まあ安いんだけどね購入したものを紹介していきましょう。はい、はい、僕は本当に今回はもうね、もう自分みんなが着れるっていうよりも自分のスタイルっていうので、はいはい、大事大事。これは自分のお金で自分のお金でとか普通に別で買ったやつです。買ったです。まずインナーですね。インナーこちら黒の、まあ、普通にロンティーでもシンプルですね。そう、シンプルでもちょっと若干短めのハイネックみたいになってる感じのやつを買いました。こういうキュッとしてる感じ、ね、はい、こちらかわいいね。でしょ。でズボンこちら黒、これも黒わかりました。はいはい、ゆきさんっぽいですね、これの。はい、これは何ななどういう、これはこれはね、アンクルパンツウルトラストレッチ、結構ね伸びる感じの伸縮性がある感でって感じのやつ。シンプルですね今のところ。はい、で黒黒できましたね。最後も上に合わせるのはもうこちら、ちょっと薄めのデニム、うん、はい、出ましたデニムジャケット、鉄板ですね春はね。はい、だけです。以上。はい、本当はベルトとかは買いたかったし、ちょっと中に明るめのこうなくていいのかな、ちょっと薄めの青いっぽいストライプが入ったシャツとかを合わせても可愛いのかなと思うんですけど、まあ、今回お金が足りなかったのでこちらだけ。ちなみに3点でいくらだったんですか。3点で9867円でした。はーい、以上です。でも本当はこ の, ズボンはブーツカットパンツとかフレアパンツとかの方がちょっとスタイリッシュに見えるかなって、このここがちょっとこう広がってる、はいはい、やつとかの可愛いと思う。テーマは？テーマはオールブラックなんだけども、まあ上だけちょっと変えていこう。なるほど。大人な感じ。大人な感じ。うん、大人な勇気。ちなみに私も試着して合わせてないので、はい、合うか合わないかは分かってないです。私もです。はいはい、以上です。じゃあ次達也ですね。私のテーマは今回は、まあ、春ってことだったんですけども、これで新宿2丁目に飲みに行こうっていうテーマです。うん、テーマは新宿2丁目に飲みに行くスタイル、うん、はい、はい、まずズボン、ダダーン、スウェットパンツ。夏やって感じ。スウェットパンツです。夏やって感じですね。でもちょっとねこれ S サイズなんだけどちょっと大きめなんだよねと思ってるんだけど、まあでもこの辺も伸びるからね。そう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 。にインナー。インナー、インナーはこのワッフルロンティーっていうの。はい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 、こんな感じのワッフルのロンティーです。うん、これ生地感が可愛いじゃないですか。そうですね、はい、に、まあ、春なので、うん、アウターも買いました。まあまだね春先とかちょっと肌寒かったりしますからね。そうそう、アウターがじゃじゃん、赤のはいはいはい、モデル系のね、ちょっとシャカシャカした感じ、シャカシャカした感じのスポーツウェアっぽい感じもしますね。そうそうそう、なんかちょっとこんだけじゃちょっとなんかあれじゃん、うんうん、と思ってちょっと買ってみる。まあ色がないので色入れようと思って、はいはい、ちょっと似てますねこの色の感じが。確かにそうですね、はい、これねなんかよくわかんないけど多分ねしまえるのかどうかわからないんですけども、うん、小さくなんかこういうねこれぐらいのサイズになるみたい。へえ、しまえるんだ。しまえるといいね。だから多分ちょっとした時なんかバッグの中とかもちょっと入れられるよね。うん、出先でちょっと肌寒かったりとかね。そう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 、と決まりの、あとさ毎回さこういうさ1万円コーデの時ニット帽買わない？だって帽子ってだって安くてなんかもう一つなんか買いたいなっていう時ちょうどいいの。以上です。以上で合計は、合計が9856円でした。じゃじゃーん、はい、9856円。買わないですね、あんまり料金はね。まあ一応前なんでしっかりと。じゃあ着替えていこう。着替えましょう。はい。はい、ということで、着替えました。着替えます。こんな感じだよ。ちょっとシンプルすぎた。達也はなんかいつも通りって感じ。ね、達也は達也って感じ。デニムジャケット着てるの珍しいよね、私。確かにね。どうですか、自分的には。
なんかちゃんとベルトをねしっかりこうポイントがある、例えばなんかちょっとここにこう お高めなグッチとかのベルトをしたらちょっともうちょっとポイントでね、ポイントでおしゃれっぽくなるんじゃないかな。インナーにもう一個欲しかったんですよ本当は。中にね、ここの間にね、間にね開けてね、やっぱりちょっとチラッと見えるシャツみたいなやつ。なるほどなるほど。私はもういつでも新宿2丁目に行きますって感じです。じゃあ今日もこの後も見歩いていただいてありがとうございます。2丁目の皆さん儲かってください。まあでもなんかもう普段使い全てできるなっていう感じのを選びましたよ、やっぱりなんかその浜崎達也って感じ。はい、今日が激しめ、いつも通りイエイイエイって感じで。でもやっぱり、ね、ユニクロのいいところっていうのは一点一点別に高いわけじゃなくて、うん、すごく安くて質もすごくいいものだから、うん、すごくいいなと思った。これ言うのもなんかすごく薄くて本当になんかもうバッグとか20ぐらいになっちゃうから、うん、すごくいいなと思った。この生地感多分風通しが結構そんな、そうそう通さないよね、通さないとかって、そうそうそう、でも蒸れないみたいな感じのいい感じです。これなんかワッフルとかもなんかこれ可愛くない？はい、もう私は全然話が入ってこないっていう理由がありまして、さっきからこう話が見る斜め右の方に私が挙げたビレバンのやつが開かずに置いてあります。さっきからそれが気になって全然話が入ってこなかった、ごめんなさい。でね、また違う企画の話だった。まあでも皆さんもよかったらユニクロも本当にもうすでに春っぽいやつアイテムとかスプリングコートとかいろいろ置いてあるので、はい、ぜひ皆さんも春服をいち早く取り入れてみてはいかがでしょうかっていう感じです。じゃあ今度は夏も行きましょう。はい、夏はまたユニクロとか GU とかやったんで、 H&M とかザラとかね、ザラとかね、ちょっとお高めに行きますか。お高めに。夏はやっぱ私たちとね、時代だからね。はい。はい。ということで、チャンネル登録、高評価、YouTube のコメント、そして Twitter、フォローとインスタ、フォローよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、セカンドストリート、達也と、ゆきでした。ありがとうございました。ありがとうございます。島村もいいかもね。島村もいいね。うん、島村が来た時、アベーロも来たいね。あー、なるほどね。うん、だって次、じゃあ、サンキューマートでコーデとかしてみて。はーい。ありがとうございます。